はい、Google の翼です。本日はですね、今回このような AI のトークショー Google Pixel で、開催いただきまして誠にありがとうございます。すごい楽しかったです。僕個人的な思いとしましても、 Google Pixel っていうのがどんどんこの写真の可能性っていうところと、スマートフォンと本当にカメラっていうフォトグラフィーの架け橋になる存在かなと思ってますので、本当に貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございました。ビショさんどうでした？僕ですか、はい、僕はね、やっぱりね、全員にGoogle のピクセルで撮った作品を見てもらいたいっていうのは本当に思ったし、でそれを伝えるとやっぱりみんながうんうんってやっぱうなずいてくれて、先に見てくれてる人が確かにそうだよねってうなずいてくれてるぐらいの写真が、この写真展に紙のプリントで出てきてるっていうのが、写真家としてすごいやっぱ嬉しかったです。僕はこうやっぱり写真の入り口としてスマホがこれだけ広がってくれると、はい、そのただすごい嬉しいなと思ってたんですけど、やっぱりスマホとその一眼の間がちょっ とジャンプがあるなと思ってたので、そこをピクセルはちゃんと埋めてくれてるので、ね、これは、より一層、はい、多分写真を楽しんでくださる方が増えていくんだろうなとか、すごい期待を持ってました、ね、もっともっとフォトグラファーがやっぱ増えるといいなと思いましたね。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。今回はですね、我々の2021年にオリンパスから映像事業を切り離して OM デジタルソリューションズという会社になったわけですけれども、オリンパスから OM システムというブランドに変えてますので、そのブランド名を認識してもらうというのを今回の一番の目的にしております。でブースの方はですね、我々の OM システムアンバサダーってですね、普段からインスタグラム、YouTube で我々のカメラで写真を発信いただいている方の作品を展示するコーナーというものと、我々のカメラの機能をですね、皆さんに少し体験いただけるというところとして、我々で一番の自慢であります手ブレ補正を何秒止めるかという体験をやっております。ですので、まずはブランド OM システムを認知してもらうというところが今回の一番の目的になっています。我々のオリンパスの頃から我々のカメラを使っていただいている方が非常に多くご来場いただいているというところで、我々のブランドが変わっても我々のカメラを使い続けてくれる方があったがこんなにいるんだなというものと、あとはこの会場にいるですね、若い写真愛好家の方に我々のカメラをやっぱり触っていただいて、我々のカメラの小さい高性能っていうのを体験いただいているっていうところが非常に今回出展して感覚として得ているものになります。キャノンブースでは、つい先日発表したR5 Mark II という機種ですとか、あとはミニフォトプリンターの最新のモデルを実際に展示をしています。あとは記念撮影コーナーもありますので、ぜひ皆さんに触っていただきたいと思います。たくさんの方々と触れ合いをさせていただきました。いろいろとですね、お話もさせていただきましたが、すごく写真に対して熱量の高い方が多くてですね、我々もこれからのですね、写真の活動にすごく励みになりました。今回初めての試みとして特殊紙絵のプリントに挑戦しております。電飾、和紙、あとキャンバスですね、こういった特殊な紙でも印刷がきれいに大判でできますよということをお見せしております。やはりこの裏側に B1 4倍サイズの、今回の展示会で最大サイズのプリントがあるんですが、そちらへの反響であったりとか、あとこの特に電飾ですね、こちらがすごくライトがきれいだということでご好評いただいておりまして、はい、そういった声を聞くことが多いです。はい、ブースは東京カメラ部の10選の写真家の方々12人の作品を展示させていただきました。でブースでは作例集ですね、その12人の方々のフィルターオンオフの作例集を配布させていただくということと、あと、可能な方にはブース内でトークイベントを開催していただきました。やはり皆さん写真が好きっていうことはもう第一、皆さん本当に写真が好きな方が多くて、すごくメーカーとしては嬉しいなと思いながらこの場所に立っております。でその中でもステージですね、その方のいらっしゃるステージ、ビギナーだったりだとかハイアマチュア、
プロフェッショナルの方々もいらっしゃいますし、そのステージの方々に応じた対話が発生して、そこもすごい楽しい場だなというふうに思っております。富士フィルムのブースではですね、主にデジタルカメラと、あとクリエイトプリント、こちらの商品紹介をさせていただいております。デジタルカメラの方にはですね、フィルムシミュレーションという、弊社の、X シリーズと GFX それぞれのカメラに搭載している機能がございまして、そちらの機能紹介と体験を行っていただいて、デジタルカメラで撮影した、作品についてはこのクリエイトプリントの銀塩プリントで高品質な作品として仕上げるっていうところを、そのつながりをコンセプトにブースの方を出展させていただいてます。こちらブースの中と外で、作品の展示を行っているんですけれども、外側の展示では、今年実施している、インスタグラムのフォトコンテスト、カラーズライクフィルム2024で、10名の方が入賞されているんですけれども、そちらの入賞者10名の方の作品を、展示させていただいております。非常に年齢層でいうと老若男女さまざまな方がいらっしゃって、写真のこう作品を心から楽しまれているなという方が、大勢いらっしゃった方というのが印象的でございました。郡山広域圏といいまして、郡山市と、その周辺の市町村、計17の市町村で、構成する自治体で、フォトコンテストを実施しまして、その、受賞作品を今回展示させていただいております。皆さん非常に興味深く見ていただいておりまして、特にやっぱり郡山なり福島にゆかりのある方が非常に多く訪れていただいている印象があります。それから今日お菓子とかいろいろ持ってきているんですけれども、そちらにもですね、非常に懐かしいと言って、興味を示していただいて、ご購入いただいているということで、非常にブースも賑わっております。今回は神戸で昨年初めて東京カメラ部さんと一緒にフォトコンテストをやったんですけれども、その際の、受賞作品を今回展示しました。で、今年も引き続きちょうどこの東京カメラ部写真展が始まる、前々日からまたご一緒にフォトコンテストをスタートしまして、その PR で今回来させていただきました。やっぱり我々通常東京でもやっぱり PR したりするんですけれども、一般の催事とは違ってやっぱり写真に興味ある方たくさんいらっしゃってたので、インスタのフォローキャンペーンもやったんですけど、結構よくフォローしていただいたなというふうに思います。あと神戸出身の方とか関西出身の方が意外に多かったなというのもあって、非常にいい機会になったなと思います。中央線の杉並区の4駅の高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪の魅力を集めたフォトコンテストを今開催しておりまして、その11月28日までの PR、 皆さんのご応募をお待ちする関係で今回展示させていただきました。数多くの方がこの展示ブースに来ていただいて、杉並区にも行ったことがある、写真を撮ったことがあるよっていう方多くいらっしゃいました。で、またフォトコンを通して杉並区行ってみようかなっていう声をたくさんいただいたので、良かったなと思っております。ブースでは主に東川町の PR をしていたんですけれども、お話の合間に、皆さんにこうガチャガチャマシンをここに設置させていただいて、でそのガチャガチャを簡単なアンケートを答えた方にガチャガチャ回してもらって、で東川町の特産をお渡しするっていう企画をしていました。東川町をご存知でない方も多かったんですけども、今回のブースを出展しまして、東川を知っていただく機会になったり、大雪山の紹介をしたんですけども、ちょうど紅葉がピークの時期でして、それで来ていただきたいとおっしゃっていただいたりしました。別会長はですね、今、写真で町おこしをしようとしておりまして、その一環としてこのウェブサイトがございます。このサイトは、春夏秋冬
いつ来ても別海町のいい写真のフォトスポットが分かるようになっておりまして、中を探っていていただきますと、その場所であるとかカメラの撮影の設定であるとかそういったものまで詳しく書かれているので、ちょっとあのカメラにですね自信のない方もこのサイトを見ていただけると、このウェブサイトに載っているような素晴らしい写真が撮れるという狙いがあります。去年このサイトを作らせていただきましたので、今年はこの写真展に出展させていただいて、カメラ部のファンの皆さんに別海町のいいところをですね、このウェブサイトを通じてお伝えしようと思ってやってきております。まず別海町知らない人が多いですね。はい、まずあの地図を見せて別海町の場所から説明をしております。それから野付半島という、まあ、最高のフォトスポットがあるんですけど、野付半島を知っている方はたくさんいらっしゃいますし、野付半島で写真を撮ったという方もですねたくさんいらっしゃいますので、まあ、この野付半島というのは、まあ、ストロングなコンテンツなんだなというふうに強く感じております。はい、横須賀市のブースでは、まあ、主に内側は、横須賀市内で開催されているイベントとか、まあ、こちら猿島のイベントであったり横須賀市の、フォトコンテストの、紹介であったりっていうのを主にさせていただきました。まあ、様々な方が、ご来場いただきまして、横須賀市を元から知っている方や、まあ知らなかった方も、まあ、いらっしゃったんですけれども、横須賀市の魅力を、まあ、紹介させていただく中で、実際に横須賀市に行ってみようかなっていうふうに言っていただけたのが非常に良かったかなと思っております。